2007年の MLB オールスターゲームはアメリカンリーグとナショナルリーグの間で行われた78回目のオールスターゲーム。2007年7月10日にサンフランシスコジャイアンツの本拠地 AT&T パークで行われた。監督はナショナルリーグはトニーラルーサ、アメリカンリーグはジムリーランドが務めた。試合結果は5から4でアメリカンリーグが勝利した。この勝利で アメリカンリーグの連勝が1997年以降2002年の同点を挟み10連勝となった。これにより2007年のワールドシリーズでアメリカンリーグのボストンレッドソックスがホームフィールドアドバンテージを獲得した。MVP は3アンダに打点、5回にオールスター初のランニングホンリーダーを放った一郎が受賞した。アメリカ合衆国内のテレビ中継は フォックスブロードキャスティングカンパニーが行い、視聴率は8.4%だった。前年より0.9%下落したが、視聴者数は約3、140万人で前年より20万人ほど増加した。観客は43,965人を動員した。SP、先発投手、RP、救援投手 P、投手 C、保守1倍と、1類で2倍と、2類種。 SS、遊撃手3バイト、三類種、RF、右翼手、CF、中堅手、LF、左翼手、オブ、外野手 DH、指名打者 MVP を獲得した、一郎アメリカンリーグが5から4で勝利し、オールスター10連勝を記録した。オールスターの連勝が2桁になったのは1972年から1982年のナショナルリーグ11連勝以来史上2度目である。 通算対戦成績は、アメリカンリーグの36勝40敗2分。勝ち、ジョシュベケット杯、クリス・ヤング・エース、フランシス・コロドリゲス・ホン、AL、イチロー・カール・クロフォード・ビクター・マルティネス・ NL、アルフォンソ・ソリアーの先発投手は、ナショナルリーグが、ジェイク・ PB、アメリカンリーグが、ダン・ヘイレン。ナショナルリーグは初回に、ホセ・レースが中前打を放ちすかさず投塁、西後 ケングリフィー・ジュニアの中前的時打で、レースがホームインし先制する。アメリカンリーグは3回に2試3塁、4回に無視2塁のチャンスを迎えるが得点できず。しかし5回、1試1塁の場面で、一郎が右翼フェンスを直撃する、ランニング本塁打を放ち逆転する。アメリカンリーグは6回に、カール・クロフォードのソロ本塁打で1点を加える。しかしその裏にナショナルリーグも、 グリフィーの儀費で一手を返す。アメリカンリーグは8回、ビクター・マルティネスが2点本塁打を放ち点差を広げた。9回裏、アメリカンリーグは、JJ プッツが登板。しかし2種まで奪ったもののアルフォンソ・ソーリアーノに2点本塁打を、アビー点差に迫られると、続く、JJ ハーディにも、支球を与え降板する。この場面でリリーフしたフランシス・コロドリゲスは2社連続、四球で2島満塁。 一打サヨナラの場面を迎えるが、最後はアーロン・ド・ワンドを右比に打ち取った。ファン投票は4月27日から6月28日まで大リーグ公式サイトなどで行われ、結果は7月1日に発表された。総投票数は約1、850万票だった。最多得票は、ナショナルリーグがケン・グリフィー・ジュニア、アメリカンリーグがアレックス・ロドリゲス。 地元ジャイアンツからは、バリー・ボンズがただ一人選ばれた。結果は、以下の通り、選出選手の発表後、選出に漏れた選手の中から各リーグ5名が選ばれ、最後の1枠をかけたファン投票が行われた。投票は、MLB 公式ウェブサイト上でのオンライン投票で、実施された。投票は7月5日まで続き、クリス・ヤングと岡島秀樹が選出された。今回の投票は、 ノミネート選手が全員が投手だったが、これはこの企画が始まって以来初めてのことだった。試合前日の7月9日には第23回本塁打競争が開催され、ブラディミール・ゲレーロが優勝した。前回大会優勝者のライアン・ハワードがオールスターに選出されていないにもかかわらず、出場したが第1ラウンドで姿を消している。AT&T パークは、 球場広報の入り江に本塁打が飛び込むスプラッシュヒットが名物となっている。この日は200を超える数の小舟やカヌーが本塁打ボールをキャッチしようと待ち構えていたがファウル2本が着水しただけにとどまりスプラッシュヒットは1本も出なかった。スポンサーはステートファーム保険本塁打以外は見逃しを除いて全てアウトとし10アウトまでに何本塁打を打てるかを競う。 1> 第1ラウンド上位4名が、第2ラウンドに進出する。第2ラウンドでは、第1ラウンドとの合計本数を競い、上位2名が決勝へ進む。決勝ではそれまでの2回のラウンドは関係なく、決勝戦の本数だけで競う。第1、第2ラウンドともに、複数の選手が同点で並んだ場合には5、アウト方式のプレーオフを行う。9アウトになると、ボールが普通のものから、 ゴールデンボールに変更される。これを本類打にすると1球ごとに1万7000ドルが大リーグ機構とスポンサーから事前団体ボーイズガールズクラブス・オブ・アメリカに寄付される。この日は9アウト後に12本の本類打が出たため20万4000ドルが5万ドルの追加金とともに寄付された。試合が行われる2日前の7月8日には AT&T パークで マイナーリーグのオールスターゲーム、フューチャーズゲームが開催された。試合は、世界選抜が、米国選抜を7から2で下し、MVP には、先制的自代を放つなど2打数にアンダー2打点1、盗塁を記録した、世界選抜の古近流が選ばれた。勝ち、リック・バンデン・ハーク杯、ジェフ・ニーマン、ありがとうございます。